皆さん、おはようございます。ティーンデアのミラクーボーイ、キングトクです。キングトクの理科、熱についてお勉強します。これ、粒子と熱はなんだ？超音波を超えて、鉄の棒が振動数が、そのまま形を保ってます。これ、950度になるとね、赤くなっちゃうんです。それが1538度のあたりでは、もう液体になっちゃうんです。これ、温度よく使いますね。はい。実際温度計、体温計ですね、要は。熱の移動、これ、スプーンでやってみると、これね、ぶつかってこう、振動するんですね。これ分子が冷たい分子をぶつかると速いです。これすごいです。胴体と不動体。胴体は缶とかプールの水、フライパン。不動体は手袋、羊毛、木のスプーンですね。これ対流ですね。いろいろこういう。ふわーっと、じょわーっとすごいです。放射。これね。それとは全然違って、熱のエネルギーは波の形で移動しちゃうんです。むむ。驚いたかな？エンジンもすごいです。はい。吸気、圧縮、燃料、排気。こういうエンジンの仕組みも勉強しました。ジェットとかロケットエンジンいろいろですね。はい。というわけで、熱とエンジンについてお話ししました。バイバーイ。